はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ニキータです。今日はですね、キノコ狩りをお伝えしたいと思います。まずはダーチャのテリトリーから森へとつながるドアへ向かいます。まあ、キノコといってもね、ものすごい種類あります。はい、それでどれがどっキノコなのか分かんないという人もね、いっぱいいると思います。そういった場合の解決法は簡単です、ね、ターゲットを絞っちゃえばいいんです。私の場合ターゲットはポルチーニです。日本語ではヤマドリタケです。ロシアではベリーグリップバラビックと言われてます。ロシアのね、キノコ図鑑などを見ると、まあ、バラビックの方が正式名称で、ベリーグリップはどっちかというと俗称というふうになってます。ただね、子供からね、おじいちゃんおばあちゃんまでベリーグリップ、ベリーベリーっていう俗称の方が、まあ、一般的になってますね。ベリーグリップっていうのはですね、まあ、白いキノコっていう意味なんですけども、じゃあなんで白いのかって言われるとですね、絵の部分が白いからという説が有力なようです。はい、ただ私はですね、まあ、ポルチーニにちなんで、通称、いつもポルちゃんと呼んでます。はい。ポルちゃんのね、シーズンなんですけど、まあ、大体6月末から10月末ぐらいまでですね、雪の降る前までですね。はい。ポルちゃんの生えるところなんですけど、まあ、白樺だったり、もみの木だったり、カシの木、それから松の木と、まあ、あるいはこれらが混ざった森というところで、ポルちゃんを見つけることができますね。まあ、生える場所はですね、時期で違いますので、まあ、キノコ狩りに行く前に、まあ、今どの森で生えているのかっていう情報をゲットすることも重要ですね。さあ、それでは森の王様、ポルチーニを探しに行きましょう。この時入手したですね、ロシアの YouTuber の情報によると、今白樺の周りに生えているということだったので、まずは白樺の周りをちょっとチェックしているところです。なかったですね。まあまあこういうこともあります。ただトライするのが大事ですね。これはまだうちのダーチャの近所なんですが、まあこうね、いろいろ白樺の周りをチェックしてたんですけども、まあすると白樺の周りに生えるものっていうのがありまして、それがこれです。はい、パッベリオゾリックですね。日本名だと山井口ですね。ただこの季節ね、虫によくやられるので、ちょっとチェックしてみましょう。やっぱりやられてました。残念。さあ、気を取り直していきましょう。まだダーチャの近辺なんですが、見つかりましたよ。まだ小さくてね、若いポルちゃんですね。まあ、傘の方はですね、おそらくまあ、リスとかね、ナメクジとかにやられるんですよね、こうやってね。うん。それでも威厳はありますな。で、ポルちゃんを取った後の穴はね、ちゃんと塞いであげましょうと。残りのキノコ菌を生かすためにね。まあね、キノコ狩りも人生みたいなもんでね、どの道に進むかで、ポルちゃんにいかに会えるかが変わってきますよね。面白いな。撮影日はね、8月1日なんですけど、まあこの時期はもみの木にポルちゃん入るので、もみの木の森を探して攻めます。もみの木の森はですね、雑草のね、多い白樺の森とは違って、こう整然としてますので、まあ私的にはもう大好きな森です。次はですね、一つ目、二つ目、そして私が来た三つ目、これが合流するところですね。で、これから道が一本道になって、次の島に向かいます。やっぱりね、ダーチャ近辺もライバルが多いんですよね。最近雨が降ってないんで、ちょっと干からびていますが、このちっちゃい川を渡ったところから別の島になります。帰りに迷わないように、北方角に向かって
方角を示しておきましょう。別の島のね、最初のポイントに行ったんですけども、なんか他にね、おじいちゃんと孫みたいなのも先に入ってたので、まあ、なかったんですよね。なので、森をちょっと出て、早道するために、畑に出ました。ね、この左が、そう、今通ってきたこの森にはあんまりね、いいポイントがないんで、もう畑に出て、さっさと歩いていった方がいいんですけど、まあ畑も歩きづらいですよね、やっぱね。まあ足腰鍛えられます。おっす。まあしかしね、何を植えてるのか分かんないですけど、こんだけ広いところね、昔はクワ一本でやってたんですよね。それ考えると便利ですよね、今機械でできるんでね。さあ、次のポイントに入りました。これね、今までダーチャの民がね、何千人、何百人か通ってきたのか、ね。もう道が出来上がってるんですね、森の中に。はい。キノコ道ですかね。でもね、今日はもう先に人が入ってるので、まあこういったところにはまあ、ポルちゃんはもうすでにないでしょう。はい。ポルちゃんはないんですけど、まあおそらく前の人にスルーされたね、キノコはありますね。はい。これはシライエシカつって、まあベニタケですね。まあね、赤の他に緑のやつもあるんですが、まあこれをね、酢漬けで瓶詰めにして、冬に食べておっかなっていうにする人もいますよね。聞いてます。静寂な森とね、風の音ね。ここがポイントなんですよね。今日は誰か先に来たんで、少ないですね。てかないですわ、今日は。それでもいい。ね、ちっちゃいもみの木がいっぱい生えてますな。これがでっかくなるのはね、何十年後かでしょうな。ここから淘汰されてね。そしてこんなでかい木になっていくわけですね。今日はね、時間的余裕もあるので、ちょっと新しい森先に住んでね、新しい森に来ました。はい。いや、結構歩いたっすね。で、やっと見つけましたよ。あ、ポルちゃん。ポルチーニちゃん。こんなところで。はい。はい。ポルチーニちゃんです。でも使ってこうね、強度を確かめる。足がしっかりしてるからね。でもちょっと、まあ可愛いポルちゃん。ちょっとね、足がちょっとこうあれですけど、プニプニしてる。まあこれダメだな。まあちょっと傘ちょっとチェックします。こういうね、まあ、リドフカって言うんですけど、まあ、こうしめじ系のやつが生えるとちょっとポルちゃんがね少なくなるような気もしますね。さっき向こうを撮ったんですけど、こう歩いてきて、ありました、ポルちゃん。ちょっと大きめのサイズ、ポルチポルチーニ。音に注目。そうでもなかった。おい、ポルちゃん、ちょっと大きめですね。裏が黄色くなってますけどね。これでも全然 OK。 でちゃんと取った穴は埋めると、キノコのね、菌を守るために埋めてあげましょう。はい、そういうことでございまして、まあ今回は、ポルちゃん3つということでございました。まあね、最近雨が降ってなかったということも影響してるかもしれません。それとね、
他のライバルのキノコハンターよりも早起きしていくっていうことも大事かもしれませんね。